DTM の第13戦14戦は舞台をイギリスドリントンパークに移して戦われた。上位15台のグリッドを決定する予備レースでポールポジションを獲得したのはジュベルアルファのクリスチャン・ダナー。初めてのポールスタートながら抜群のクラッチミートで31台のマシンを従えつつレコードラインをトレースしていく。ダナーの後ろ2番手争いで何位を退けたのはクルト・ティム。ここからメルセデス対アルファの激しい戦いが始まる。こちらは7番手争いのファンオーメンとアルファ軍団。後方からスタートしたラリニがまずオメンをパス。続いてフランディアン赤いアルファがグリーンのメルセデスを退けていく。一方3番手につけていたナニーニはトラブルからリタイア。追撃の手を緩めないラリーニは早くも6番手へと上がっている。そしてラリーニはルトビッヒをインから強引にぶち抜いて5番手 AMG のアシュへと迫る。さらにラリーニはアシュを捉え、ついにはシュナイダーをもパス。しかし今回の追い上げはここまでで、ラリーニは3位止まり。こちらは初めてのポールポジションからついに最後まで頑張り抜いたクリスチャン・ダナー。ポイントを128へと伸ばし、チャンピオン争いに加わってくる。ドニントンでの第14戦、ポールスターはもちろんだな。それをティム・ラリーニが追いかける。ところがトップグループに異変が生じ、ダナーもティムも負傷。4番手スタートのシュナイダーがダナーを出し抜いてリーダーの座を奪う。そして3番手につけていたラリーニはダナーをパス。ポイントリーダーの面目をかけてシュナイダーを追う。100点台へと乗せたのである。